もちろんノート持ちくしょ。もう入れたい。昨日あんだけさ頑張ってさ、お出かけの時もお水は忘れません。今日は篠介さんに会いますので水分補給もしっかりしていかないと。え、どこ？あー、にゃんちゃん、あ、どこだ、にゃーん、おはよう、おはよう、すごい喋ってる、おはよう、おはようございます。かわいい、あー、あー、かわいいね、うん。落葉ありますか？落葉、生ないんですよね。あ、そうなんだ。茹でたのはあるんですけども。あ、かわいい。かわいいね。人懐っこいですね、この子。すっごい懐っこい子なの。こんな野良ね。うちの猫じゃないんだけどね。あ、そうなんですか？丸い猫できて、5ヶ月目ぐらいかな。どこにも行かないから。どっから来たの？ねえ、どっから来たんですか？え、すごくない？この木々、こんなに柱なくてもいいのに柱があって素敵。なぜかあそこに雲が溜まって休憩しています。おっと、めっちゃもう何気なくめっちゃいい山。ハンドソープ、うん、紅葉始まってます、紅葉始まってます、うん。ファームトミタハンドソープがちょうど切れてたのでハンドソープ買います。あ、さっき作ってたやつだね。うん、ラベンダー？ラベンダー、プラってミントとグレープフルーツ。ああ、グレープフルーツかも、わかる。いい香り。それも財布の中とかに入れたりしてもいい。あ、素敵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 。今日のにゃんちゃんのキャンタマーは茶色でした。ね、朝からさ猫見てさ、ね、癒されてさ。コーナーに癒されてさ、ドライフラワーで癒されて。ね、で、あと、お母さんにも癒されてさ、で、切れてたハンドソープも変えてさ、もうさ、てて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 。新潟っぽいなと思っていたんですけども、なぜかと思った、こちらお米のあれがこんな稲田が多いからでした。なんか新潟っぽいなと思っていました。あれブルック王国じゃないよね。ブルック王国かも。銀南とか山荘みたいな。牛久の大仏です。え、それが十勝だけ山荘。やはり美瑛は丘の景色がとても素敵です。そして遠くの山はもう雪が積もっています。ラベンダーミント、ほら、あ、ここでちょっとなってたの。あ、すごい、バカでかい、バカでかいかぼちゃあるじゃん。すごいっしょ。あ、かぼちゃ、実はかぼちゃじゃない。ここは不思議、なんかギャラリーがいっぱい。チン、一刺し。今何時？あ、もう1時だからこのメニューになりますね。イエーイ。イエーイ。え、嬉しい。あ、待って、赤ぶどうジュースございます。イエーイ。イエーイ。わー、すごい。すごい。素敵。わ、こっちも素敵。やっぱ丘ってなんか素敵だよね。ジャーナル始まってる。いいね、めっちゃ。
めっちゃピクニック気分。え、うちと一緒だこれ。わあ、最高のピクニックなり。よいしょ。自然光しか勝たん。すごいね、これ何ぞや。マスク、ハーブ、すごい。チキンバーガーみたいな。いただきまーす。うん。タンパク質、ありがたい。うん。すごい美味しい。うん。めっちゃブドウジュース。多分皮も裏ごししてるよね。うん、うん、美味しい。そしてこのブドウジュースも美味しい。さつまいこ、こちらですね。この白い雪山がないのがこちらの、こちらの風景がこちらです。この茶色の感じと緑とこの山の感じが一緒ですね。今回は違う。お伺いしたのは、キッチン一掃除さん。こちらとても素敵な場所に、景観のいい場所にお建てになられました。とても素敵なキッチンでした。ごちそうさまでした。それでは続いてイエティの家行ってみたいと思います。続いてこちら、後ろから失礼いたします。イエティさんのお家です。こちらアイスが販売されているようで、とても素敵ですね。なぜかこの静岡にございました、ぬくもりの森の、おー、ちょっと待って、人の場合を盗む、人の場合を盗む人、私はアイスを頼んでいません。溶けてからだね、映えを追求して、うん、濃厚なコンポタージュがアイスの上に乗っている。うん、うん、面白い。トウキビ食べてるみたいでしょ。うん。というわけで今日は気になるところは全部寄ってみるという、そういったアンパンマンの、そういったアンパンマンの日になっております。へー、素敵。700円ある。うわー、リーキー、ホワイトスターサラダごぼうと桃の助っていう株と白菜。美味しそう。美味しそう。これ手で皮が剥けるって。というわけで、フラの演劇劇場に着きました。これからしのすけさんの落語見ます。結構落語あるんだね。ね。しのすけさんのポスター。イエーイ。いただきます。品そば、あっつ、危ない。火傷する。火傷する、危ない。めっちゃ美味しそう。めっちゃ美味しそう。